最近福田あゆみが好きです。篠田あゆみさんが好きです。こういうことを言う人たちがいるから、このわけわかんない外国人みたいな人がですね、エロサイトのリンクを貼ってくるんですよ、僕のチャンネルのコメント欄に。なんでエロサイトのリンク貼られるんですか、僕のチャンネルは。意味がわかりません。ほら、ここにもいるよ、ここにもよ。叫べ最高でした。1年に1回は新曲出してほしいです。1年に1回出したいですけどね、ちょっと大変なんですよ。結構あれもね、2ヶ月ぐらい制作期間があって、でその音楽を作ると動画の更新が遅れるっていうジレンマもあるんで、ちょっと難しいんですけど、とりあえず今の動画、私の動画のエンディングに使っているアンスティミュレーティングっていう曲があるんですよ。それをですね、まあ、配信させていただこうかな。ちょっとリクエストもいただいてたんで。シコニラさんの曲、別の人の彼女になったよが話題になり続けてますね。最近テレビにもたくさん出てるから、シコニラさんをたくさん見ることができてとても嬉しいです。私じゃないんですよ、その楽曲出したのは。あなたは動物の名前がつく面白い YouTuber ランキング第45位。45位って結構高くない？結構高くないって思ったけど、動物の名前がつく人っています？そんなに。おめえもか。よく思いつきでいろいろワードが出てきますね。冷静な分析やめろ。嫁が産気づいて病院の待合室で見てます。お母さんに何見てるのと言われて答えが思いつきませんでした。チャンネル登録解除します。パパがこんなの見てたら子供の夜泣き止まりませんよ。嫁さんのそばにいてやりなさい。絶対奥様の近くにいてあげた方がいいです。それはお母さんが正解です。同僚との会話。 YouTube 何見てるの？東海オンエア面白いよね。寿司陸企画の発想力が半端ない。猫ニラは？継続は力なり、頑張ってください。応援してます。いや、並べる人がおかしいのよ。並べる人が。東海オンエアさんの後、寿司ラーメンリクさんはまあまあわかる。その後、ちょっとあるじゃん。間がさ、間が僕みたいな底辺とスーパートッププレイヤーとの間っていうのもあるじゃん。間っていうのもいきなりだって、100万人超えてる人の後、2万人の俺が行ってもハーになるから、それは。クラブワールドカップ、優勝しました。彼は何もしていません。一つの夢が叶ったって言ってます。バカ野郎。はい、やっていきます。スケジュールを見るんですけど、ちょっとですね、このワトフォード10位でしょ、でニューカッスル15位でしょ、セインツ17位でしょ、でクリスタルパレス14位でしょ。下位はちょっと飛ばそうかな。で FA カップはやります。はい。でボーンマス9位か。レスター、まあ、レスタートフィーズあたりはちょっと勝負したいなって気はするんですよね。レスター12だけど。で FA カップの情報もちょっと見ておきましょう。こちらですね、対戦表。クリスタルパレスが4対1で勝ってきてるのか、まあ、3回戦なんかで負けるわけにはいかないわけですよ。昨シーズンチャンピオンですから、プレミアリーグので。リーグ戦は2、勝ち点差5。はい。でチャンピオンズリーグは決勝トーナメントに進んでます。1回戦はユベントス、なかなかビッグマッチが多いと。で先ほども言いましたが、こちらですね、クラブワールドカップは優勝したと。何もしてないけど、やつは。なんでちょっと飛ばしていこう。飛ばしてどういう状況になるかっていうのもちょっと1回見たい。で14ゴール11アシストだった、確かシーズンが。シティ勝ってんな。まあ、リバプールワトフォード2対0で勝ったと。これ14、11だった気がするんで、14、11のまんま。はい。活躍はしてないのか。次がニューカッスル。まあ新しい企画もね、ちょっとやりたい。長くなっちゃってるんでね、バーが。まあバーを見たいっていう人ももちろん多い。え？あなた活躍したんですか？ね、スタッツに数字残ってなかったですけど。次ニューカッスルかな。ニューカッスル戦はリバプール勝ってる、4対0。これはなんか何かしらはやったでしょう。マンチェスターシティは、あ、引き分けてる。いいね。やっぱりバーをその操作しない方が活躍する説もありますからね。私ぐらいの下手く操作の人間。ほらほら、ゴール入れてる。オッケーオッケーオッケー、いいですよ。で次がセインツ戦。うん、アジア、アジア年間最優秀選手誰になります？キリアン・ナルバエス。でセインツ、え、デロシ南米。あ、勝ってるね。セインツに1対0で勝ってます。はい。シティは、
2対0。あー、まあまあいいね、いいでしょう。で83に上がってるんですけども、もうちょっとで瞬発力が90いくんで、そこであれしましょう、変えましょう、トレーニングを。で移籍交渉期間、はい、あ、なんか来てるオファー、ドルトムントからオファー来てます、ドルトムントから。はい、でクリスタルパレス戦、これはスタメンに選ばれてますけど、ここまで飛ばさせていただきます。はい、リアプリ4対1。うん、シティは、あ、引き分けてるってことは勝ち点差1。オッケー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 、はい、いや素晴らしいですよ。でこのクリスタルパレス FA カップはやります。あ、また来てるオファー、は、マガジャンが入ってきました、バルサからバルサからバルセロナからオファー来ちゃってるんで、オファーが6億3400万だって、マジ。でそもそもさ、バーチャットのさ、あの市場評価額ってどうなってるの今。年俸は多分6億くれるってなると倍ぐらいになってるはずなんですよ。まず年俸ね、ファンダイクは25億のところ、バーチャットは3億9100万、だから倍額ぐらいは提示 してきてくれてる。市場評価額で言うと、見てくださいこれ、160億、マネが150億、ファンダイクとアーノルドが100億ですから、バーチャットの価値やばない？リバプールで一番価値のある男は？まあ、そんなことはどうでもよくてですね、この FA カップはやります。よし、まあ、直近の試合で4対1で勝ってますし、バーも体力満タンですし、何？ 83 になってますし、ただ相手にもいい選手いっぱいいますからね、はい、ちょっとその辺を加味して勝負仕掛ける。 FA カップ3回戦いくぞ。はい、クリスタルパレス4対1で勝ってんだから、リーグ戦では。ただ相手にもいい選手めちゃくちゃいっぱいいます。まずケイヒル、そしてザハとかですね、マックス・マイヤーとかですね、いますから、その辺をちょっと気をつけていきたいですけど。いいよ、バーはね、目覚めたんですよ。彼は目覚めた、打てるじゃん。ウィングというよりトップ下として仕事をするのがいいんじゃないか。はい、疑似トップ下、偽10番はおか、まあ、いいや、偽10番、あの意味絶対違うけど、偽10番システムっていうのをね、ちょっとね、持ち込んできてますから、持ち込み企画で。クロップさんの許可は得てません。これはつながりません。いけ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 、サイドハーフの貴公子、てますね、いいクロス、抜けシュート、おお、そうですね、アーノルドからロバートソン来た、渡り、それもやらせてくれないの。収まったフリーだ、ボールは一回戻しますね。でここでトップ下の動きをします、バーバー、ほらな、ほら、嘘じゃん。いいよ、やらせてない。いやいやいや、早く展開すると効果的ですよね。なるほど、いいよ。ということで、サイドで有利な状況が作りやすいということなんです。ナイボ、パスで繋いで、その偽10番システムっていうのを確立させた男として、この後ですね、サッカー界、フットボール界に名をね残しますから。バーはまずいんじゃない、それは。危ね、ここでね、こうです、でこうです、入った、
フィリミノ行った、オッケー、ナイス、素晴らしい、抱き合ってチュッチュッチュです。うまいですよここ、はい、一人剥がして立て、フィリミノが競り勝ってズドン、ナイスでしょこれ、だってほらナイスですよねこれ。え、全裸監督いたらもう、村西徹さんいたらもうナイスです、レンコですこれは。でアーノルドに出して、抜けるか、いやーちょっとやっちゃったなそれは。調子に乗ったな、お前はクリスティアーノ・ロナウドじゃねえぞ本当に。あ、そんなに決まるわけねえだろうが。さあここもね、もう、ま、中に行くんですバーは。そうすることによってここで受けてズドンです。えー、もう決めていいってねえ、決めていいから偽10番マジで。しかしむちゃくちゃ攻めてますよ。あ、ここほら偽10番ポイント、ここ今高かったですよ偽10番ポイント。あ、ナイス、偽10番の働き えげつなくない、ほらえげつないじゃん。偽10番の絶対表現間違ってるけどね、偽10番って言うんだからトップ下の選手がトップ下じゃない動きをするのが偽10番の普通、おかしいんだから日本語の使い方が。いいんです、それでもバイは偽10番っていうネーミングに決めたんで関係ないです。すごい活躍しちゃってんな、てかむちゃくちゃ攻めてんな。ここもねサイド行かないんですもん、こう中で受けるんです、ほうこうやって、そうすることによってこう、すみませんでした、ただ相手も黙ってないです、一発勝負の世界ですから、この FA カップって。おっしゃ、ロベルト・フィルミノあるよ、ない、リーデバルト、はい完璧、アシスト3本マジで言ってる、偽10番こんなにこんなに開花する才能ねえやばない、神じゃん偽10番。来ましたよ、丁寧に足元を使う、マックスマイヤー上手いからね、打ってくる、ナイスキッ、オッケー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 、え、こんなにハマる、適当になんか言った戦術がすごいな、やばい来てる来てる、相手がガンのガンで、はベンテケだよそれ、ああザハ、オッケー、ほらアーノルドがこんなに高い位置でプレーできるわけだから、いやザーハやっぱあれだな、いい、ね、右、右、うん、ザーハとバーはやっぱライバル関係みたいなところ、オッケー、裏を狙う、さあカウンター、うめえ、さあ偽10番です、ここもキープして、そうですね、こうです、完璧なパスを出してしまった、またしてもされるのも分かりますよね、いや惜しい、じゃ得点も欲しいですよバーは、こうなってくると1点取りたいなっていう欲求に駆られてきますだんだん、ここは通しません、やばい危ねえ、相手もやっぱ一発勝負で本気ですから、バーズリーこの試合アシストで貢献、ピッ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 、全然ボール取れねえよ、オッケー、リバプール、ここクリアで難を逃れます、うわ、まずい、ギブスホワイト、え、ここでファール、オーバーヘッド、オッケーオッケーオッケー、ワイド、そう、アーノルドをワイドで使わす、アーノルドじゃなかった、それ、ここで受けて、ここ、オッケーオッケーオッケー、
読んでました。点を取りたい男は勝手にドリブルしていく。ピーン、終わり終わり終わり、オッケー。これはさ、まあフィルミーノがさ多分マンオブザマッチ取るんでしょうけど、本当はバーだよ、言っとくけど。いや素晴らしい戦いでした。はい、ありがとう偽10番で、フラムが上がってきたんか。能力もだんだんとだんだんです。はい、で次どこだっけ。ボーンマスか。ボーンマスはないな、今ないなんだ。ボーンマスは11位か。飛ばそうか。ボーンマスはスタメンですね。スキップ。リバプールは引き分けちょる。引き分けんの、そこで。また勝ち点差3になっちゃったよ。はいはい。でレスター、レスター、スタメンに選ばれてます。レスターはやろうかな。レスターでもないだ、9位ぐらい、7位か。レスター、トフィーズはやりたいね、ちょっとね。はいはい、日程進行バーディーとね、どっちがスピードスターかっていうのも決めたいしね。バーチャットジュニア、ちょっと体力が少なくなってはいますけども、まあいいでしょう。はい、偽10番のシステムがリーグ戦でも通用するのか、それを見ていただきたいと思います。さあバーディーもですね、まあ、国籍も一緒ですし、プレースタイルも、まあ、遠からず近からずみたいなところもありますし、足が速いっていう点でも、お前みたいな若造にはまだまだ負けんぞ、そうね、試合前に頭突きされました、バーディーから。ただ見せます、偽10番理論で、このプレミアの地で天下取ります。バーはこういうことです。完璧です。一人剥がして、ほらほらほらな、ほらなほらな、俺が偽ジュースは電光石火。いや今の一連の流れ神じゃないねえ。今の一連、一人剥がしてトップに当てて、そっからね抜け出して、ただの10番じゃん。こんなこれ完璧だったでしょ、全部が。これここも競り負けずに振り抜いて、はい、偽10番理論がもう絶対に偽10番っていうネーミングセンスおかしいですけどね。偽ウィングの方が合ってるから、言葉として。それは関係ないんです。偽10番は短く出す。もう20番はここにいるんです。ここにいる。味方が奪ってくれると信じて。ほら、こういうことです。20番と。中央の選手がサイドに流れてボールを受けようとしてるんですよね。20番にのパスが下手。それともサイドの選手に受け渡すのか。でここで受けれるんだから20番は。全体的にズレが出てますからね。ほら。攻める側としてはあえて流れた選手を取りに使って。まぜ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 、 OKOKOK。 でここでほらこうですから、ほらでここで受けます。素早いパスで攻め上がっていきます。いやいや、このさ、ちょっとお前マジでマンマークしてくんじゃん。そこで奪わないと、奪ったらすぐ、あ、まずい、奪って奪って、さあどこに出してくる、奪って、さあ左へ預けて、ここで丁寧にボールを扱う。まずい、回すさしすぎ。オブリル・ラビン、大きく縦、はい、真ん中に出すでしょ。ロベルト・フィルミノ、今日ワンアシストです。ダイアゴナルランで真ん中に走る。ここもらう、からロバートソン、はい、完璧完璧やば、あ、マネ、あ、これはもうフィルミーノがあのゴールパフォーマンスをやって、マネがあれを真似するって、もうただの現実。ここもこのねダイアゴナルランはもうついてこれませんから、相手はもう 2,3 回マークチェンジしないとついていけないやつですから。素
素晴らしい、完璧、偽十番理論がこれ流行るぞ。何ですか偽十番って。ただまあレスターも点は取ってくる感じはしますけどね。OKOK、ここで受けます。受けさせてくれなかった。はい、行ってこい。で、偽十番マイナス待ち受けます。ここで。で、こうです。で、こうです。で、こうです。ダメです。え、マジで良くないバー。ここ、この位置。じゃあ、トップ下で、ビカムアレジェンド始めろよっていうコメントは禁止です。さあ、繋がるか。ここで受けて。やっぱね、守備を全くしませんから、バーは。常に、こっちの左から攻められている。で、前半が終了と。はい、完璧なシナリオ。どうしてこれも、どう、すごいな。イングランドリーグ第22節レスター対リバプール。は？リバプール。はい、え？外せるそれ。逆に。それ外せる、逆にそのゼロ距離で。ガトツゼロ式を相手に当てられない斎藤はじめみたいなもんですよ、それ。ここもちょっともう10番ポジションにいるっていう、そういうスタンスでいきます。ここも、ここで待ってます。それを奪ってくれたら、奪ってくれたチャンスだから、それを奪ってくれたら、奪ってくれないな。うん。パスをつなぎます。奪ってくれたら、奪ってくれたら、相手の時間帯か？おし。ハビーバーンズ。左上がっていく。見てください、この。むちゃくちゃ自由にドリブルされます。丁寧に足元を使う。マジで、こっちからしか攻めてこないの。ディエレマンス。やばい。いいボール入りますよ。やばい。危ねえ、バーリー。この時間帯で取られんのやだな。うわナイス、繋がんないでも。オッケー、マイボマイボマイボ。これね、うまい。バーがマジでトップ下みたいになってる、本当に。ほらパスがひどい。味方を防いでくれ。ナイス、まずい。よし、あっ、おいおいおい、おお、きょ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 、これはバーですね。これはバーがマンブザマッチ。素晴らしい。よし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 。で、マンチェスターセーレイは勝ってんな。強えな、シティ。相変わらず。ねえ。これなんか上がったっしょ。あ、オフェンスセンサー上がってますね。はい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 。いいでしょう。で、次、トフィーズ。ここまではやろう。ここまでは。ね。スターティングメンバー。で、バーが、いい角度で写真撮ってもらってます。で、試合に進んで、ダービー戦ですからね。トフィーズ色の髪の毛の男。マイマイファリアンカシャメバフフフフフフフ。ファビーニョのセリフじゃないんですかそれ。もうレスター色でもありトフィーズ色でもある男、負けません私は。シグルズソントップ下、ウォルコット右。あー、なるほどね。はいはいはい。まあいいでしょう。ジェリーミナとかは控えでしたね。やってやります、偽10番の仕事を。2戦を迎えます。両クラブの誇りをかけた戦いがこのゲームに見られそうです。ダービーですよ、ダービー。ダービーで活躍してこそ、偽十番も、ファン、サポーターに、そして監督に認めてもらえると。監督にすらまだ認めてもらってません。てか、なんだそれはって話ですからね。ネーミングセンスからしても。すべてにおいて。いやー、いきなり来てる、いきなり来てる。え？ナイキ！アンドリュー・ロバートソン。いや、いい位置で受けてんな、バーガー。アンドリュー・ロバートソン。
いや、いいよ。うわ、ロバートソン。攻めようという意図なんですね。そうですね。あとはタッチライン。いや、ボール、すごいワイドに使ってきます。フィールドを。取って。そう。したら、行くから。さあ、ここで。はい、来た。そう、狙った。抜けた。抜け、ミドル。おい、まあまあまあ、まあいいでしょう。まあいいでしょう。いやー、いい反応ですよね。ファインセーブですよね、これは。エバートン、嵐のようなカウンター、ナイス。これ行ったでしょ。抜けた、勝負のシーン来たぞ。よっしゃ落ち着く、落ち着いてニアぶち込む。トビーズ色の頭のイソギンチャク男、偽10番として、こういうミスもね、真ん中にいることによって、ほらあれですよ、落ち着いてたな。これ珍しく狙いすまして、いや決めてくんだから、ダービーマッチでも。これはまあまあ、オリギンベントがナイスブロックでしたけど、ここね、もうバーがいち早く反応して、落ち着いてた、マジで落ち着いてた。偽10番、これはもう世界に革命をもたらすかもしれない。点取りに行くケースもありますよね。まずくね、まずくね、ナイスキー。そんなすぐ、そんなすぐダービーっぽい戦い、いいんだって。はい、今シーズンの、いやー、ずれた。言いますと、まだ負けがありません。地元での強さが光っています。ナイボ、速いパス回し、いや、ダメで、ここで受けるんです。ほら、完璧でしょ。ほら、フリーで受ける。さあ、左サイドへ。いやー、マジで。ウォルコットからシグルズ、いやー、まずいな。その感じでやられてるから、さっきも。 OKOKOK。 このボールはカットされます。ナイス。バーズ。オッケー。サリオマネ。いいよ。サイドのスペースへ走らせる。裏のスペースを狙う。いや、ちょっときつい、それパスが。こういう時は部分全然縦にやっても大丈夫です。縦で普通に上げちゃうっていう。上げてくる、どうだ。おい、オリギン弁当決めていい、それは。マジで。全然決めていい。バーズ。いや、パス強えって。バーのトラップの精度知ってるでしょ。バーのトラップの精度。ロブレンから長いボール縦へ、いけるか。ロベルト・フィルミノ、ナイス。フィルミノ、いけ。いや、惜しい。カット。オッケーオッケー。いいボールでしょ。ナイボ、うーわ。ロブレン、スペースを狙う。ワイナルドゥムからアーノルド、ノイボ、うーわ。ナイス。これは何でもできるぞ。効果、いやいや、マネー。ウォルコットからナイス、チャンス、チャンス、いいとこ、チャンスすぎる。これ、マイナスいいよ、マジで。目が離せませんね。そう、決める。おい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 、なんでそうなる。コールマン、やばい、やばい。オッケー、やばい。ナイスナイスナイス、チャンスよ。そういった、いや、サネ、トラップトラップ。いや、もうきついって、それは。なんでそうなんの。おっと、どうだ。リバプール、ここクリアで難を逃れます。さあ、どこに出してくる。取ってって、取ってって、チャンスだよ。逆に、うーわ、もうそれも、オッケーオッケー、うーわ、それも手元の時計3分。いや、取れたじゃん今のも。ここで丁寧にコントロール。アンドレ・ゴメス、もう一つ前に行きたい。オッケー、チャンス。惜しい攻撃でしたけどもね。サネ、押し付け、サネ押し付け。おい、
ディフェンスをものともしません。裏へ出る。オッケー。決めろ。なんでだよ。もうなんでよ。マジで言ってんの？いや決定力不足すぎでしょ。マジで。本当に。バーチャット以外もだよ。言っとくけど、バーチャット以外もそう。いや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 。次はウエストハム。ウエストハム戦もスターティングメンバー選ばれてますけど、ちょっとこれ飛ばしますね。はい。いや、負けてる？嘘でしょ。え？まあ、しょうがないですね。はい。届いてるオファー。オファーは届いていますが、ん？モドリッチがリオンに行ったの？まあオファー来てるんですよ、ドルトムントとバルセロナから。まあこれは行きません、これは行きませんで、スパーズ次回ですね。スパーズ戦は、はい、スターティングメンバーで、マイデータを見るともうこれ瞬発力がもう90いきますから、これ変えましょう次回ね、トレーニング。いや負けたの、しかも8点差いくつ？ 8？ きつくない？ 8 って結構実際のところ。でゴールランキングはバージュニアが一番取ってる12ゴール、うん、アシストもバージュニア。いや他の面々何してんので、スケジュール確認すると、スパーズ、チェルシー、ユナイテッドっていうとんでもない試合なんで、次回はこれはやります、しっかり。もう負けらんないよ、1試合も。本当にそういう戦いです。疲れた。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。さようなら。